戸郷翔征、保守に感謝。戸郷は4年くらい組んでいるのでお互いに気持ちもわかると理由を話しつつ、今季バッテリーを組むことが多かった岸田への感謝も口にした。相手広島打線は岸田さんの配球が多少頭に入っていると思った。岸田さんがいい味を出してくれていたからこそ今日は大城さんの配球で勝てたんじゃないかと思います。対立煽りクリアも完封する戸郷すげー。これ素晴らしいよね。リーダーだわ。このコメント本当なら安倍監督が言わなきゃダメ。安倍がどうこうじゃなくてさ。シンプルに戸郷がこういう素晴らしいこと言った。それだけでいいじゃん。20日ぶりにキャッチャーとして先発出場。併用してるは無理あるって。まあこれからもう少し併用していくんじゃない。今日の試合前の戸郷は3試合続けて白星なしだった。キャッチャー大城だと大城が7回以降に変えなくていいという最大のメリット。今年は久しぶりに A クラスに入れそうかな。戸郷が大城指名したって聞いたけどやっぱ壁性能の優秀さなんかね。戸郷の配慮は素晴らしい。浜田も認めるだけはあるな。大城も久しぶりにキャッチャーやって楽しかっただろう。他ファンやけど、戸郷って性格良さそうよな、めっちゃ。将来監督まであるで。コメントの防御率も良さそうで羨ましい。岸田は安定してるからな。打撃もなんかいい感じ。なんか監督よりコメント力ない？ルーキーの頃から妙に人間ができてるよな。戸郷の一軍で流線の保守は大城だからな。菅小葉どころの絆じゃないよ。ご視聴ありがとうございました。